台風も大したことなくて雨だけ降ってってくれてよかったです。ちょっと稲はね寝たかな。おお、うちのもみ殻排出システム。キャスター壊れた。うん、油差し動かんし。あらあらら、油差しは治る。治る。お、治った治った。で今ここアゴがほら、あ、本当や。ちょっとかなりやばい。これキャスターついとらんと台風とかあったらねすぐ移動せながらね、意外とこれは重要ね。フォークリフト中によってすぐ使えん時もあるし。さあ稲刈りの準備も着々ですけど、これがねうちのあのサイクロンね、これ最初プラスチックで既製品を買ったんだけど、もうすぐ摩耗してダメなんで、近所の鉄工所で作ってもらいましたね。こういう形でね、こう斜めに入るようにして口をつけてもらって、これがブーンと入ってぐるぐるぐるってサラ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 と落ちる。で、あのもみ殻のあのさっきの台で上につけて下に軽トラでどんどん積んでいくというパターンでございます。このトラックダンプね、いろいろ問い合わせやったんだけどやっぱりもう作ってないみたい。皆さんヤフオクとか中古で結構皆さん買ってくれてるみたくて、これもともとこのオレンジ色はね久保田で売ってたってことだよね。なかなかこれはもうレアもんですわ。大事に使わないと。斉藤農機製作所 HD331 ねえ、調べたけどもう作ってないみたいです。はい、今回ちょっとピットの方改造してありますね。ここのねスイッチ類、最初これはこのスイッチはこのホッパーのスイッチ でこのフローコンベアっていうやつはこの上のこの横送りのコンベアだったんだけど、これは最近今回、スーパーメカニックが新設したスイッチでね、もともとどこにあったんやったっけ。もともとはねこの裏、ここ裏側にあったよね。でこれまず押して、あ、まあ、ブレーカー入れて、うん、で最初はこれを押してからちゅうことやって、うん、だこれやったらどうしてもほら忘れやすいというか見えんもんね、ブラインドやし、でランプも見えないし、うん、でまあ対策したここにブレードつけて分かるように、一応回ってるよっていうのは見えれんけど、なかなかねちょっと見づらいよね、難しいから間違えように。でよくやるのはこれだけ押してこれを忘れると、これ四角やから分からんもんね。これだけでピッと入れるとそこに詰まって横、まあ、自動停止、緊急停止するんですけど、で今回まあ簡単な工事で、簡単やったけど結構大変だったな。電気苦手なスーパーメカニックやからね。もうちょっとね、スイッチのとこはね。まあでもなんとか。まあここからこう引っ張って、こう。電気屋さん行って、ケースと、でさすがにスイッチも夏休みの高速で使うようなスイッチじゃやっぱまずいから。いいやつ使って。動力用のしっかり押した、うん、これやね。おちゃんと予備あるんや。いや予備じゃん、これ間違えて。間違えて。難しく詳しく言うと、普通押せば電源やね。うん、でオフの場合は、うん、その逆で、うん、常に電源入っとって押した時にオフになるんや。うんうん、でそういうスイッチ知らんかったから、普通押せばオンやろって感じで2つ買ってきたら。まあなんか使えるやろ。でまあよくとしてなんか。サザボタンで、はい、ちゅうことで、まあ見えるとこですね、見えるとこ、うん、でまずフローコンベア、うん、入れて上回ったでホッパー回すと、うん、
この順番でやらないと詰まるんで、まあだから今まで逆にやってしまって詰まるリスクがあったんだけど、まあこれでかなり、見えない人はね、そう影で何でもスイッチがあって目の前に見えんっていうのが一番危ないな。これはもう同時に動かすの基本やから、なんでそっちについたんかな、まあ設計中そうなってしまったんやけど、まあ、引っ張って、だからうちのやつはみんなずっと言ってるようにこうやってね、まず一応全部リスクマネジメントで目に見えるところにいろんなものがこうある、これ一番大事な、シャッターの開閉の紐は全部こう今この状態は全部閉まってるのかな、開くときはこれほら僕だけじゃないから、いろんな人、まあ、やっぱどうしても操作するから、まあ、分かりやすいよね、このライン引っ向こうから見、そうそう引っ張るとこので当然赤い線と揃ってるってことはシャッター開いてるよってことで、開いた状態で張り込み状態、まあこの時はまあ基本的にこの乾燥機はスイッチ入れとかって、まあこれ張り込みね、これ入ってるわけで開いちゃったらアウトよね、詰まるかな、でこれを押して張り込み状態、開いた、これはさすがにここ来てみんとダメだよな、これはそこまでちょっと、そこまでは、で張り込みのこれマジック、マグネット消えとるけど、で初めてこの一連の操作やね、そうこれが全て、まあ目の前で見えるように全部一応この辺に集中させておる、これが死角になるとどうしても忘れるミスがこんだけの操作せんねん、そうですな、忙しくなってこのああいうブラインドよりも見えるようにスイッチの移動ということじゃ、はいね、皆さんもいろいろとライフセンターでは工夫しとると思うけどね、とにかくリスクを一つずつ潰していかんとね、コンタミしたりね、詰まらしたりとかね、まあ、それでもやっぱり何かかんか起きるからね、それをやっぱ少しでも潰していくための、稲刈り前の準備でございました。ちゃんと袋も準備されてます、もちろんねしっかり去年の持ち越しの太鼓もきちっと数をチェックして注文してあります。まあ、袋もね昔は JA さんに普通に頼んでたんですけど、今ネットっていうかオンラインっていうかで、安く買える紙タイヤ屋さんがあるんでそこから、注文してますけどね、まあ、でももう2月ぐらいにはもう発注かけないといけないんで結構早めに、発注かけるので計画が大変っていうのは大変ですけど、まあ、少しでも安くということでやっています。でまあもみすり機ね、今回しっかりね去年クランク軸の摩耗、まあ、故障破損を受けて今回ちゃんとアンカーを打って固定してありますね。でこれが今年ね導入したサクセスナイトね、光の救世主玄米カラー式線でございますね。やっぱ猛暑で乳白がやっぱ多くなるという予想があるんで、こいつは白旗乳白をすごく除去するためのわざわざ白色 LD が追加されてますんで、性能に対してとっても期待しております。はい、で今年からこれうちは 30.5 キロのところを 30.98 っていう商品には、ちょっと多めに詰めてますっていうのは直売してて、去年令和2年の、お米はもうかなり乾燥してやっぱ減っているんですよね。でもし令和2年のお米を 30.5 って、まあ、規定通りに詰めておくと、今頃になってお客さんに発送するときにはもう30キロ切ってるみたいなね、賞味重量が切ってるっていうこともやっぱ危険性があるので、うちはちょっと多めにして袋詰めしています。ただ今表示が変わって、賞味重量、重量を記載しなくてもよくなったということになったんで、まあ
この辺の表示も少しずついろいろと変化があるかと思いますので、皆さん農家の方はちょっと注意しておいてください。袋が変わりますよ。ドライコンプレッサーオン。まあこれもスイッチあるんやけど全部まとめて、うん、どれもこれも順番太ったらやっぱ大変やから、もう集中して色彩選別機オン。これでも入ったんや。入った。どれどれどれ。おお、ついとるついとる。素晴らしい。ピロスキップ、スキップできるんや。うん、まあ本来は暖気、うん、要するにあのいろいろ温めたり、うん、LED の明かりを、うん、安定させるんや。暖気は、まあ、昔は30分やってんけどね、今5分になって。でもこれもスキップできるんや。まあ、まあ最初に感度調整、うん、まあ玄米やね、うん、まあ、いろいろほら、はあ、今標準になっとるんや、うん、はあ、はい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 、オフ、オン、10、標準に戻らん、あったね。まあ焼け米とかね、うん、うん、でこれは標準、これ標準ってゼロね、実は言うと、は、うん、標準はゼロ、ね、オフじゃないの。オフとオフ値がまあオフだけど、そしたら例えば、うん、標準なっとるやろ、うん、これオンにすると10から始まるような。ちょっと待って、あれ、あ、こうか、ほらスタートが10ね。マイナス10ってことは弱いってことよね。うん、ここら辺あんまり、じゃ少しずつ上げてほしいような感じ、はい、例えばこれが標準やろ、うん、で例えば急激にこれが標準に、これと同じような標準になるとやっぱどうしても感度が強いんやろ、うんうん、で少しずつ上げてほしいみたいよね。なるほどね。だからマイナス10スタート、10からスタート、はいはい、これはもう全然、例えばこれオフにしたって、これオフな、これオフにするときはずっと下がる、うん、ね、でマイナス10スタート、これも10スタートになるわ、うん、カメムシとかね、うん、まあ全部これが標準標準標準ってなっと、まあこれだと見ながらね、うん、でこれでこれがオフが標準でな、青ミジクと200は、うん、これはさすが技術的に難しいやろうね。オンにするとするとマイナス10スタートや、いきなり、うん、いきなり、あのほら植えちゃったほら、うん、ちょっとずつ、うん、ちょっとずつね、うん、うん、じゃあこれも多分上げるとマイナス10からスタート、ね、うん、少しずつ上げてほしいんやろね、うん、いきなりやっと結構ロス多くなるよな、うん、はいはいはい、うん、でまあそうやって、うん、あとなんかバルプテストとかも、まあ時間ね、あの累積1時間、この間ちょっと試験的に動かした、うん、ユーザー登録、まあ明るさ調整とかもあるんだけど、うん、仕事は、まあ LED の色の好みや、なるほどで、まあこのライセンスがないな、まあな、機械のライセンスだろうね。で、ロック、うん、例えば誰でも触れんように、うん、うん、でも、そんな暗証番号入れるとかそんなんじゃないよ、うん、うん、要するにほら、勝手に触って手が当たったりとか、うん、うん、スリーブモード、停止順ダウン、まあ、うん、停止順ダウンはしてない、まあ、しては好みやろうね、うん、で、バルブテスト、これ、うん、これもまた面白くて、ね、ここやろ、うん、おー、あー、いい順番にこう、おー、おー、あー、あー、おー、おー、音がいいよね。で、なんか音がせんかったな、それやっぱ近っ、これか、これか、あ、音が途切れたら調べなあかんのや、うん、でそれが壊れとるってことや、だからあー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 ってなるで、
あおおおおおおお、これがリズミカルにならんとダメ、うん、でエアのエアで吹いとるから、うん、ノズルの詰まりっていうか、バルクの先っちょにどうしても異物な赤赤が詰まる。そういうかって掃除した時に、うん、バーってやると、うん、まあ、やるんや、うん、ここにほらノズルがおるんやけど、うん、ちょっとこれ見にくいね。わかるわかる、見えるよ。でハーモニカみたいなやつがついてる、うん、でこれをこう動かしながら一回オンにするやろ、うん、で開けるへぇから触ってみてください。あ、そうですね。でもこれ手当てなくても今みたいなんで画面上でも普通普段はやれってことでの。うん、そうやね。それノズルのテスト今。ノズル値がバルブか。バルブのテスト。バルブが動いとってもこのノズルの先に、あ、風か。異物ゴミとか詰まっとったら、あ、物理的なやつはこうやって手でやるしかないやん。結局手でこう。へえ、それ毎日やらなかった。いや、それはもうめったに、うん、例えば掃除。年にシーズン終わって掃除した時にノズルにゴミ入らず、結構ね、こう分解して掃除するんやん、うん、その時に確認しといて。なるほどな。で、バルブの今のこの音はバルブが動い正常に動いてるか動いてるか。なるほど。じゃなくてバルブか。バルブね、こういう素晴らしい機能がついてる。で、始める、うん、始めるのは何が押す。おー、ワイパー作動中。ガラス面をきれいにしてます。で、ここの入れようとか、噴射開始とか、うん、でさっきの感度は、まあ、で、見ながらね、で終了しましたと、うん、で残留排出、はい、まあ例えば再開したい時はこれ押せるとか動き出すけど、うん、残留排出、まあその日終わったら、うん、中を機械の中を自動的になんか掃除してくれるような、うん、素晴らしい。なんか、まあ、当然これ開いて、これも出るの、うん、残量はどこに出てくるの。残量はね、どっかそこから出てくるんだよ。まあ、ちょっと良ければいいね。あ、製品排出口にセットしてくださいって書いてある。で、そこに出るんや、うん、そしてどこの、あれ、それか、うん、これこれ。はい、開始。長押しね。お、あれはどこ行ってるの。ここへ出てくるの。商品とこって書いたら、製品ってここへ出てくるんや。で、ここなんかバケツかなんか置いとかね。避けるだけや。なるほど。今中のほら、空気でエアバーッと入ったら、この消防器の下とか、うん、そういうところを前、ピカゼこんな機能あったっけ。あ、見てない、見てない。へぇ、じゃあ戻しとこなんか忘れるし。いや、もう終わったんですよ。あ、ほんと、34秒。あ、まあまあ、ほんで、うん、中心、ほんで必ずバルブを閉じとくと。バルブを閉じる、忘れずに。中が綺麗になる。鉄パイプを戻す、うん、これ忘れて。やっぱね、奇跡だね。チリとかいろんなものが溜まってくるとどうしてもね、感度が悪くなるやろうね。そうやな。で最後もね、掃除先にしても塗ってもいい。先にしてもいいかな。
して、うん、中にこれ網を持ってんわ、うん、あったあれね、掃除しにくくてね、もう 毎回外すのめんどやわ。そうそうそう、結構 これでも結構掃除せんなって書いてあったわ、うん、いや、うん、前は外しても奥の方にあってなかなかね、これは理屈や、毎日仕事終わって外してやっとったらね大変やから、あんまりせんかったけど、これはほらさすがに佐竹さんもやっぱ掃除してほしいなということやいうことで、で両方にも雨やって薄いもんね、うん、落ちた、うん、これ俺もネジ落ちるんじゃねえかと思ったけど、落ちたらどうすんの。どうやって外す。横外す。あ、カバー外さなきゃいけない。これここ要改善だよね。絶対落ちると思ったけどやっぱ落ちた。さすがや。これも外してくんないし。なるほど。どこ行った。ここにおる。え、どこ行った。出てきたけ。これ結構気付けたな。おったけ。これ落とした。落とすと面倒やと。出てきた。前のやつはここから外して、さっきのメッシュ、こうやってコンプレッション掃除しとってんわ。分かる、うん、これを外さなきゃなかったんだ、ピカ線は。今ほら、簡単にこう外れるように、これは落とさん方がいいわ。本当や。佐竹さん、要改善点やね、これは。ワンタッチでカチャって。バッチリでもいいんやけどね、そんな強くほら固定する必要もないんやから。そこ置いといてもいいぐらい。ネズミ返し落っこちたよ。全国のピカ線じゃねえや、サクセスナイト使用しとる人がネジ落っことしとるじゃねえから。いや大丈夫や、そんな気分やし。これ昔と比べてはまりやすいんで、前なんかもっとはめにくくてね。自作のサイクロン、もみ殻サイクロン、こんな感じになってんだよね。鉄工所さん上手に作ったるわ。ぐる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 、入った。オッケー。
軽トラの停止位置ゲージ、ちゃんとアンカーボルト埋め込んだよね。はい、あのラインに沿って、はい、オラオラいいや、オラオラいいや、オラオラいいや、オラオラいい。そうすると、このフロントをピタッと合わせると、ちょうど真上に来るという作戦や。本来西風が多いんやわ。なるな。うん。で、たま西風で、このもみ殻の風の元飛ぶんやけど、うん、たまに東側。東風。反対側うん。そういう時は。ひっくり返して、で今度はこっちに合わすと逆向きでもちゃんと上になると。素晴らしい、完璧。ということでバッチリ、稲刈りもみすりの準備もできてますが、稲刈り直前ライブ、8月14日、20時に、開催したいと思います。8月14日土曜日、20時に開催でございます。皆さんよろしければビール片手にお集まりください。イエーイ。